リアル白杖ガールの杉本梢です。漫画ヤンキーくんと白杖ガールの主人公ユキコと同じ視覚障害の弱視です。漫画では様々な視覚障害あるあるが描かれているんですが、その中で最も私が共感できたシーンを3つご紹介したいと思います。それでは漫画ヤンキーくんと白杖ガールと一緒に今回のテーマ視覚障害あるあるベスト3をお話しします。ベスト3、外出あるあるです。こちらのシーンをご覧ください。黒川くんとゆきこ、そしてクラスメートのそらちゃんと青野くんの4人でショッピングに出かけた時のシーンです。青野くんが、今日はまずご飯を食べて僕の買い物に付き合ってもらって、志村さんの希望でカラオケです。ご飯は2階に新しくできたタイ料理で、おすすめガパオランチを食べたいですと今日の予定を伝えます。やりたいことは事前にネットで調べてくるんだ。その場で見えないから予習は基本だよと青野くんが続けて言います。もう私、青野くんとドンピシャの性格です。私も外出するときは事前にまず目的地までの道のりを地図で暗記します。そして Google Earth で疑似的に事前に歩いておきます。目的地のお店についても調べておきます。商品を扱っているお店であれば、それについても事前に集められるだけ情報を集めています。基本的に現地ではぼんやりとしか見えていないので、事前情報と現地での情報を組み合わせてなるべく判断するようにしています。こちらを見てください。一方、くーちゃんは全く調べない派です。青野くんは全盲だから調べる、そらちゃんは弱視だから調べないというものではなく、性格がかなり影響しています。一方、ゆきこも青野くんと同じように事前に計画するタイプみたいです。皆さんもデートの時に事前に決めたい派と、現地に行って気分で選びたい派、分かりませんか？確かに私たちは見えにくい見えないので、情報が不足することで情報障害とも言われています。情報を事前にキャッチするということはもちろん大切なのですが、視覚障害者だからとかっていう問題だけではなく、それぞれの性格にもよって異なりますよね。また性格だけじゃなくて状況によっても変わると思います。これがもし仕事に行くというシーンになったら、そらちゃんも事前に検索して情報をキャッチしてから行動するのかもしれませんね。ベスト2、カラオケあるあるです。こちらのシーンをご覧ください。ユキコの歌っている時の表情に注目。曲はキラキラした曲なのにこの表情。3日前に発売された曲をそらちゃんがゆきこにリクエストしたんです。歌詞を覚えるには3日では時間が足りないですよね。画面のテロップ表示が見えないまたは見えにくい視覚障害者にとって、カラオケで歌うのは気軽なことではありません。だから表情も自然と真剣になってしまうこともあります。私もカラオケの時は画面の前を独占しています。それでもテロップ表示が見えないことも多くて、歌詞をなるべく覚えている曲をチョイスするようにしています。皆さんも機会があれば一度試してみてほしいんですけども、歌詞を見ないで歌ってみてください。明確にはっきり歌詞がわからないと不安で音も取りにくくなるんですよ。これはね、すごく気持ちがわかるなって思いました。ちなみにゆきことそらちゃんは歌詞を暗記するタイプです。青野くんは
点字が表記される機械を持参して点字を読みながら歌うスタイルのようです。他にも隣に座ってもらって少し先の歌詞を言ってもらいながらそれを聞きながら歌うという方法もあります。他にはスマートフォンに歌詞を表示させてその歌詞を見ながら歌う人や事前に紙媒体の点字の歌詞カードを持参してそれを使って歌う人もいます。ここでも性格が出ており、間違えないように歌いたい良きこと、間違えてもごまかして歌うそらちゃんの性格が出ていますね。ベスト1位、会話あるあるです。ゆきことそらちゃんが放課後にハンバーガーショップで会話をしているシーンです。うちらって相手の表情わからないじゃん、だからなるべく言葉にしてこ、考え中とかなんかもやるとか大体でいいからとそらちゃんがゆきこに言います。私はこれをとても重要だと思っています。相手の顔が見えない分、声色や声のトーン、話すスピードやどんな言葉をチョイスしたのかということを手がかりに会話をしています。けれど親しい人になればなるほど直接言葉で伝えてほしいなと思っています。なぜならすれ違いや勘違いなどのエラーが起きにくくなったり、エラーが起きたとしてもこじらせることなく分かり合えることが増えるからです。でもこれって視覚障害に関わらず、人と人とが関わるときに直接言葉にして伝えることはとても良いことだと思いませんか？今日紹介した3つのシーンは視覚障害あるあるというテーマでお話はしましたが、実は全て視覚障害に限ったことではありません。事前に予定を決めておきたい人、カラオケの歌詞を間違えても気にならない人、言葉でしっかり伝えることで会話が円滑に進むこと、視覚障害だと聞くとなんだか特別なことのように感じる人がいるかもしれません。しかし視覚障害はその人の一部分でしかありません。障害者とか健常者というものの前に同じ人間で、根っこは結局変わらないんですよね。ただ見えないとか見えにくいとかという独自の事情を抱えているだけなんだなということなんです。それをこの漫画のシーンを読んで再認識することができました。この漫画には他にも視覚障害あるあるがいっぱい散りばめられています。そこを注目して読んでいくのも楽しいので、ぜひ読んでみてください。リアル白杖ガールが語る視覚障害あるあるベスト3を最後までご視聴いただきありがとうございます。次回は障害者の仕事についてお話しします。黒川くんの就職活動とゆきこのバイト探しに密着、障害を持って働くことのリアルや私が実際に経験したこともお話ししたいと思います。次回もヤンキーくんと白杖ガールと一緒にお会いしましょう。リアル白杖ガール杉本梢がお届けしました。